ムアクションスターの真田広之さんですけども、よろしくお願いします。アクションスターでいらっしゃるから当然トレーニングを毎日やってらっしゃると思うんですけども、はい、どんなトレーニングを？まずやっぱり走ることから始めて、柔軟体操をやって補強運動して、あとはマットワークとかですね、立ち回りの稽古とか、日によってメニューが違うんです。違うんです。千葉真一さんのところにいらっしゃるんですね、はい、先生はいかがですか？厳しいですか？やっぱり仕事とか練習に関してはもう鬼のごとく、鬼のようにでもやっぱり大勢いるんですけどもね、もう練習終わるとお父っつぁんみたいにこう可愛がってくれて、もう手塩にかけて育てているという感じですね。サイズなんかはどうなんでしょう？この辺すごいモリモリしてこんな、そんな感じですか？すごく太いですけども、バストじゃない、脅威ですね、98じゃないでしょうか。じゃあある方ですよね。そうでもないです。この芸能界には5歳の時から入ってる、子役をやってたもんですから。そうですか、はい、劇団ひまわりというところにいまして、でその中でオーディションを受けて千葉さんの子供役に受かりまして、それがきっかけで、はい、じゃあ最初はアクションやろうと思ったんじゃなくて、お芝居が好きでなんとなく芸能界に入って、 そして千葉さんと出会ったことによって、はい、アクションの道に惹かれていった。そうですね。怖くないんですか、アクションって？うん、怖いことは怖いんですけどね。でしょう。だって今まで随分危険なことやってますね。そうですね。例えば映画桃地三代ですか、はい、あれはお城の上から何メートル？30メートルだったんですけどね、伏見の桃山城というところで、はい、結局あれもお城の人たちは危ないからやめてくれって言われて、やるなら勝手にやれっていうことになったんですよ。怖いですね。じゃあお借りしますっていうことで、もう一発勝負でやったんですけどね。怖くなかったですか？やっぱ怖かったですけどね。やっぱりお城の天守閣ですから京都の街が全部見渡せるんですよね。で、ああ一番高いところに今来てるんだな、これから真っ逆さまに落ちるのかと思って、やっぱりねもう逃げ出したいというか、そういう気持ちもありましたけど ね、 もし失敗したらどうしようかなんて考えませんでした、そういう時？それはもう考えないことにして。そうですよね。あと海から、崖の上から飛び込んだり、はい、それも30メートルぐらい？それは25メートルぐらい。どこですか場所は？東尋坊というところなんですけど、自殺の名所として知られる。普通に飛び込んだだけでもね怪我しちゃうのに。それでこれから飛ぼうっていう時に遊覧船が来て説明するんですよ、マイクかなんかで、ここは名所だ、名所で一度飛び込むともう二度と上がりませんとか言ってるんですよ。人の気も知らないでと思って怖かったですね。頭なんか打たないように何か工夫がされてるんですか？ちゃんとダイバーの方に全部下を調べていただいて、こことここの間だったら大丈夫というあれをもらって、計算のもとに。他に怖い思いしたことあります？そうですね、あと香港で無許可で撮影やってたんですよね。そしたら警察が出てきて銃を抜くんですよ。で止まれって言って、ね、本当に突きつけられてびっくりしました。その先ほどの東尋坊から飛び降りたのは、はい、今やってる映画ですか？8月8日封切りで吠えろ鉄拳という映画なんですけど、塩見悦子さんとの共演ですね、はい、いつもだいたい塩見さんと一緒が多いのかしら？そうですね、やっぱり先輩ですから付き合っていただいて森へ立ててもらおうという優しいですか？そうですね、やっぱり仕事に関しては厳しいですけど、普段はもう姉貴という感じで。そうですか。今二十歳でしょ？はい。二十歳っていうと、ガールフレンドもいるでしょ？そうですね、友達はいますね。いますか？どんな人が理想のこのタイプですか？特別っていうのはないんですけど、やっぱり明るくて何かにやっぱり燃えてね、男でも女でもそうだと思うんですけど、何かこう目指してる光るものを持ってる人っていうかな、どんなに活発でもいいんですけど、やっぱりちょっとこう控えめなというか、そう難しいですけどね。日本的なところと行動的な活発さと兼ね備えた人っていうのかな、もしね恋人が
真田さんの恋人がお願いだからアクションやめてって言ったらどうします？いや、そういうこと言う人は、選ばない、多分選ばないじゃないかな。あ、でも気持ちは分かりますけどね。嬉しいですけど。結婚は早い方だと思いますか？いや、遅くなるんじゃないですかね。あ、そう、今20歳だから、あと何年ぐらいは独身でいるのかな。目標が30ぐらいだから。そうですか、でも分かんないですね、こればっかりは。そうですね、千葉さんは女性のことに関して何かアドバイスしますか？そうですね、あの特に規制はないんですけど、やっぱり浮ついた気持ちだけでできるもんじゃないから、なんかやっぱり経験豊かな方ですからね。いろいろアドバイスは受けますけど。お休みの日なんか何してるのかしら？休みの日ですか、まあ、めったにね今はないでしょうけども、あの見れない映画をこうまとめて3本4本見ちゃったりとか、あとはうちでボケっとレコード聴いたり、全く変わらない。お休みの日でももちろんトレーニングは続けるわけでしょ？ええ、それはありますけど、日課みたいなもんで。そうですね、じゃあお休みの日にデートして楽しむっていうことはないんだ。そうですね、なかなかそういう、ちょっと寂しいですね。さて、これから望むことは？望むことですか、そうですね、やっぱり仕事の面になっちゃうんですけどね、あの すごく嬉しいんですけど、あの次の映画の作品とか全部決まってきたんで、それをまず一つ一つ確実にこなしてって、やっぱりだん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 積み重ねてね、いい大人になっていきたいと思うんですけど。アクションを一生続けますか？もうこれは体が動く限り。真田さんにとってアクションっていうのは何かしら？そうですね、もうイコールというか、それを取ったら何も残らないですからね、あの一生大事に、あのその夢というのかな、追っていきたいなと思います。そうそう、そういえば魔界転生で沢田研二さんとラブシーンがありましたね。はい、どうでした、あの時？そうですね、もうやっぱり終わってからですね、ああすごいことしちゃったな。その時はやっぱり役にものめり込んでたし、もう一生懸命なりきろうなりきろうと思って夢中でやってたんでね、何にも感じなかったんですけど、終わってみて、ああなんということを。じゃあ最初は恥ずかしいとか、はあ、どうしようみたいなことはなくて、スッと、あのいきなり言われたんですよ、台本になくて、だから心の準備がなかったですね。逆に良かったのかもしれないですね。沢田さんの反応はいかがでした？いや、落ち着いたもんでしたよ。だから割と引っ張ってってもらったんでね。女性とのラブシーンの方がいいかしら？まだいいんじゃないですかね。やっぱり恥ずかしながらもね、まともですからね。あの魔界転生っていう映画は真田さんにとってはいかがでした？あの僕のすごい尊敬する深作欣二監督の作品だったんで、もうすごく楽しかったですね、撮影中が。本当にあの映画作ってるっていう感じがして、やっぱりまた一つなんか教えられたみたいな。最初が千葉さんの息子役ですか、はい、これから共演の予定っていうのはあるんですか？千葉真一さんと、あの次のまた東映の作品なんですけども、11月封切りのもので、あの割と楽しい冒険ものを、ね、あらー、それはどんな役で出演されてるんですか？まだはっきりは決まってないんですけども、あの2人が手を組んで、なんかしでかしてやろうという、友情もの、友情ものというか、その若者と中年の、あ、中年なんですって怒られますかね。いいんじゃないですかなんて言わないでください。ああそうですか、はい、じゃあそれもアクションがたくさんあるんですね。だからやっぱりアクション、見せ物のアクションじゃなくてね、やっぱりそれが笑いなり涙なり何かそういうものにつながっていくアクションっていうか、そういうのやっぱりやっていきたいですね。楽しみですね、どんなアクションをしでかすのか。もっともっと怖いことに挑戦するんでしょ、これからも。あのー、
だん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 エスカレートしていくと思うんで、どこまで自分がついていけるか、もう限界までやってみたいです。でも自分を見失わないようにあまりハードなアクションはしないでください。とっても心配です。大丈夫です。体を大事にやってください。ありがとうございます。じゃあ今日はどうもありがとうございました。